例のごとく、我々が最近テーマに掲げている、日本を良くしようっていうモットーでさ、このチャンネルでさ、やってるじゃん。それにあたって、女の子に悲しい思いをしてほしくない。という思いから、ちょっと今日も注意喚起を促す動画を提供できればいいかなと。どちらに女性にね。女性に注意喚起。女性にこういう男は危険だからやめとけなよっていう。 の、その注意喚起を、うん、ちょっと今日はまあ、面白楽しくね、クイズ形式でちょっと学んでいこうじゃないかと。注意喚起って言ってもさ、うん、なんかストレートに伝えるだけじゃちょっと野暮じゃん。野暮だね。だからちょっとなんか、見、見る側も、なんか楽しく学べたらさ、うん、いいじゃん、勉強と一緒だよい,いね,ね。早速行っちゃっていいですか、うん、え、何クイズテスト何テストです。テストうん。 まあ、浜京にはテスト。まあ、皆さんはちょっとクイズ形式で。<laughs> はい。なるほど。ね、画面の前の皆様も一緒にちょっと考えてお答えくださいっていう感じで。おーいいじゃない。そうそうそう。では、問い1。1> 問い1。はい。モテる女の子の LINE のアイコンは次のうちどれでしょう。1。自分の後ろ姿。ポン。2>, 2。自分の正面の漏れている写真。 うん、3、アニメなどのキャラクター。4、何も設定していない。うわぁ、無ずはいはいはい,はい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 。モテる女の子そう、モテる女の子は、こういうのを LINE の画面にしてますよっていうのを、今の4択のうちの1つがもう明確な答えがあるんですよ。ええ、はい、これは、あの、ちょっとやっぱり、とある、 あの、情報源をいっぱいこうバーって仕入れてきて、<の>もう明確なね、あの、ね、あるんですよ。信用ならんの,前のら <laughs> ただの観点ならだあんたに。<laughs> お前の自論だだけだろ、これ。俺の持論じゃない。あ うん。統計はあるのね。統計はある。なんか、ちゃんとあの、論文にも出せるぐらい、うん。ある、その、参考文献というか、うん。ちゃんとある。俺の主観じゃない。じゃあ、引用データ貼り付けろ。論文なら、お前。引用データがあります。俺の中には。あるのね。というのちょっと分かったし。俺の主観じゃない、これは。うん。でも、結構難しいね。はいはいはい。決まりましたか女の子だね。はい。オッケー。じゃあ、ほげう来な答え、お願いします。えモテる女の子の LINE のアイコンははい。1番 後ろ姿。正解！おおすごいねえマジはははいいいこれはもう僕の独自のねルートからルートから手に入れた情報によるとまあそのモテる女の子まずはさ自分の正面のもらえてる写真これちょっとやりすぎなんだよねあやりすぎなんだもちろん可愛くて自信あるのは分かるんだけどちょっと自信がありすぎてあ欲が出ちゃってる俺は全然俺は好きだけどただ世の男性は ちょっとね、うわなんかちょっと、ああ、そういう系ねって思っちゃうなるほど、そうそうそう、あちょっと自分の承認欲求、ちょっと高めなんだなって思って、ちょっと引いちゃう恐れが、はいう で、3のね、アニメなどのキャラクター。うん。これまずいね。これまずい。これまずいよ。うんうんうん。大変なことになってるね。マジこれはなしです。なしうん。っていうね、やっぱあの、オーディエンスの声が相次いで。相次いだんだ。これはまずいね。ええ。なんかもうどこの誰だかよくわかんないじゃん。確かにね。それはちょっと良くないから、なしです。はいはいはい。で、4の何も設定してない。うん。こち怖いよね。これは怖いね。ちょっとなんかや、あ、なんか、 ね、人に言えないようなことしてんのかな、うん、みたいなうん、うん。ちょっとなんか分けりなのかなっていう変な推理が働いちゃう。はいはいはい。そうだそうね。そうそうで、そんな中一番。自分の後ろ姿。うん、これ何がいいって言いますと、うん、まず自分であるっていうのをアピールできる。で、かつ、ちょっと、ちょっとさ、後ろ姿。で、なおかつちょっと引き目 なるほど。うん、それによって、自分は可愛くて、オシャレだけど、でも、ちょっと顔を映すほどの、なんかあれではないですよっていう、こうん、日本人の奥ゆかしさを表現してるのよ。へえ、ー、そこまで考えられてるそう,そうそうそう、考えられてますね。<ー>ちなみにだけど、はい、逆パターンも一緒あ、男男側<が>。いやー、これは変わってくるね。変わるんだ男が、自分の後ろ姿。うん、で、ちょっと遠目。うん。 これ狙いすぎだね。難しいうーん、これはちょっとやりすぎてる。俺は別に、本当は自撮りにしたいんだけど、でもさ、それこそ日本人の奥ゆかしさを出すために、いや、あえて、俺はもうつまんない男ですよっていうのをアピールするために、引き。逆、でも俺はおしゃれですよとか、いけてますよっていうのをアピールしたい。なるほどね。これ一番危険です。うわー、これ男性女性違う違います。面白い。面白い ちなみになんですけど、僕の LINE のアイコンはもう自分の自撮りです。おおえ、自撮りっていうか、自撮りじゃないけど、正面の写真。ああ。顔が映ってる。うーん。まあ、まずいね。まずいまずい。え、これまずいのいやー、なんかまあでも、浜京もキャラあっていいんじゃないああ、逆にね。うん。まあでも、キャラと合ってるからいいと思う。ああ。そう、でもそれも大事だね。確かにその自分のめっちゃ漏れてる写真、正面で、これ女の子こうやってやってても、なんかもうそういう子だったら、まあなんか全然もういいんじゃないはいはいはい。ただ、 一般論で言うと、そ,うその、はめまして。そうそう,そうそうそう。そね、一般的な、でも言うと、ちょっと良くないかなってね。あ、そう。そうなんですよ。え、ちなみにあなたの LINE のアイコンは僕、何も設定しません。うわ、一番怖いじゃん。<laughs> え、こいつ、自分のデータで一番怖いことすよ <laughs> え俺も、かつては、あの、友達に撮ってもらった、なんか俺が、ちょっと引きで、携帯いじって目線外してますよね。あ,あったあったあった。 あれ確かに漏れてて、ちょっと奥ゆかしさあったんだけど、ちょっと狙いすぎだなって反省したのよ。なるほどね。ちょっといやらしいわと思って。で、いろいろ一周回った結果何も設定しないのがいいんじゃないかな。そういうことか。ああ、これ面白いわ。いや、でも1ポイントゲットということで。よやっそうだよね。うん。じゃあ、引っかけではあるんだね、これ。そうそう。でも、本当にこのラインのアイコンが多分一番多いんじゃないかなっていう、統計、その女の子で、そう、自分の後ろ姿で、引き。 はい,はいはいはい。そう。で、おしゃれなちょっと服着てる。おー。なんならちょっと、おしゃれな場所行ってるとかね。なるほど、ね。海とか、<ー>なんか映えてるところとか、カフェとかはいはい、はい。はいはいはい。それが一番多いですね。へー。うん、え、景色だけとか。 ああ、まずいねまずいねえ。景色だけはまずいよ。まずいんだ、これ。いや、でも、それは結構ねえ、もう、ギャンブル。ああ、でも確かに。うん。あんまいないか。大当たりもあるし、大外れもあるから。はいはい。ほんと、似たくです。もうギャンブルなねやめた方がいいね。やめた方がいいですね。はい。はい。じゃあ後ろ姿がいいんだ。後ろ姿がアンパイ。これアンパイだね。これアンパイ。そうそうそうそアンパイにモテると。アンパイにモテる。これはおもろいわ。はいはいはい。続いて、第二問。とい二千二十四年、最新版。 モテる女の子の髪型はどれでしょう普通。<laughs> っはい。1。はい。黒髪ロング。ほう。2。金髪ショート。うん。3。スキンヘッド。スキンヘッド ?4。アフル。はははは。5。5? 坊主、坊主かけるタトゥー <laughs>。頭にかけるタトゥー <laughs>。<laughs> でしょう,もうやお前お前、二択やん。ねえねえ。なの。<laughs> 二択だよ。一か二だよ絶対。でも2024は最新版だよ。そっか。でもね、最近、坊主女子は流行ってる流行ってますね。はいはいはい。もっとあるだろ。う。いや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 。ボブとかさ、ないの。黒髪ロングか金髪ショートか。ショートか。いや、まだあと、あとでだから。スキーヘッド。ヘッドがアフロか、坊主に坊主かけるタトゥー。うわどれですかね。いらないな、最後ね。俺は当てに行っていいそうそうそう。これあくまで、その、回答に、 寄せるというか。そうだね。自分じゃないもんね。自分の好みじゃない。はい。回答を当てるゲーム。はい、行、はい、きました。えー、正解。2024最新版。うん、女の子のモテる髪型。正解は、1番の黒髪ロング。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。残念ー、えー れは、4のアフロでした。えぇ、嘘つけいやいやいや、これが。お前、ふざけんな違う違う、これが。見たことねえよ、これが、いや、これなのよ。ほんと、ふざけてない。いや、最近さ、それこそなんかさ。勘弁してくれよ、お前。なんかちょっと古着好きな女の子とかさ。まね。流行ってるじゃないですか。でなんかちょっとさ、濡れ髪パーマみたいなさ。ああ。ちょっと流行ってるじゃん。うん。あれももちろんアフロに、アフロに含まれるあ、含まれねえよ。あ、こ くれない。配れるし、2024年はあれが、ちょっとなんか、相まって、大きくなって、アフロになるんじゃないかなっていう。うパーマーって言ってくれ。<laughs> アフロとバ。で対。なんかあの、<laughs> モデルプレスかける北座優馬で出した答えです。あー、モデルプレスこ出した、ね、<laughs> そうしてます。マジで <laughs> してるんで。いや、でも俺アフロの子好きよ。いや、いや俺も好きなのよ。うん。そうそうそう。なんかでもアフロが似合う女の子って、 もう勝ちじゃない勝ち勝ち勝ち。ね。で、めっちゃ顔可愛いとかさ、あるじゃん。あるある。まあ、そうそうそう。似合う顔とかあるじゃん。そうそうそう。いやー、だから俺的にはやっぱアフロ女子は捨てがたいなと思って。なるほど。これマジでね、今バット評価ついてる。バット評価今の字でついてる。終わった終わったこのチャンネル終わった。終わってる。この企画終わった。終わってる。終わってる終わってる。気を取り直して。気を取り直して。第3問言いましょう。男の本音。女子のインスタグラムのストーリーに いいねを押してくる男の心理ははぁ、あ。あるじゃないですか。最近ね。あうんうん、つい最近かなちょっと前ぐらい。えー、1>, 1年ぐらい前かな ?1 年、ここ1年だよね。ね、ついた、インスタグラムのストーリーの、あの、右端にさ、ハートあるじゃないですか。あるあるある。あれでいいねっていう機能がついたじゃないですか。あれを、女子のインスタグラムに、 押してる男の心理は男の心理。そうそうそう。女の子のさ、ストーリー見てさ、あれにいいね押す男結構いるじゃないですか。うん。いるんですよ。いるんだ。はい。俺全くしないけど。ああ、まあ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 。これの、教えて押してる男の心理はうん。1。本当にいいねと思ってる。うん。2。共感できるから、いいねを押している。はい。はい。3。 間違えて押しちゃった。<laughs> そう,ういわ<や>れてしまうのね。いや、いいねを押したことによって、あわよくば相手の女の子からその話題について DM とか来ないかなぁ。5 <laughs> <ゴ>。5、5、5。ガチで、ただのナンパ。ナンパ <laughs> はい。いやこれでもねぇ、わかった男だもん。<laughs> 答えていいはい。 えー、正解は、4番、はい、話題に触れてほしい。あー、まあ、あいいねを押したことによって、青横ば相手の女の子からその話題について、向こうから DM 来ないで、うん、なかそう。こ、これは一番いいね、なんていうの。う誘いというか。はい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 。浜木君。うん。うん、正解ですよしいやー,ねー、ね、当当てにっちゃってる。いや、当たってるわ。<laughs> 男はね、もうあの、インスタグラムのあの、ストーリーのいいね機能。あれが、あの機能が出来上がったことが、もう世の男にとっては歓喜なんですよ。あ、そう。汚い手口じゃない。正当な手口で女の子と触れ合う機会が増えたんだって思ってるんですよ。いや、もうこれはお前。だけじゃない。俺じゃない、俺じゃない。本当に。俺じゃないってだから。本当にあんだな。ミー、ミー、男のミー、そう。データがあるんだ。全男がそうやって思ってんのよ。へぇ。そうそうそう。だってさ、あの機能いらないんや、正直。 全員いらない。いらないでしょ。例えばさ、じゃあ女の子がさ、今渋谷で飲んでるとかさ、誰か一緒に飲める人って仮に言ったとするじゃん。はいはいはい。で、でも男はね、そこで俺、行きたいとかは、言えない子もいるのよ。うん。それによって、いいね機能をしたりとかね。なるほど。それで、男って、本当にバカな生き物だから、向こうから連絡来るんじゃないかって思っちゃうの。思っちゃうんだ。そうそう、女の子は、例えば、このジュース美味しいって載せてるじゃん。うん。で、こっちがいいねをしたら、 女の子から、えいいねをしてくれたってことは、これ飲んでる知ってるってことなのかな、うん、女の子から来るんじゃないかって男思っちゃうの。思っちゃうね。そう。で、それを狙ってます。はいはい,はいはいはい。だからあんないいねとか押してんのよ。男ってそういう生き物じゃん。うん、なんかさ、うん、好きな人ができてるさ、 こっちが告白しなきゃいけないじゃんなんかその。まあ、あるよね。ねまあ、セオリー的には。項目のね。そう。でも、向こうから来るんじゃないかって思っちゃうの。ああ、下心満載だ。そう、思っちゃうんだよ。なんか好きな人ができても、うん、あ、その好きな人って自分のこと好きなんじゃないかって思っちゃうの。うん、思っちゃうんだ。ああ、うどんだね、男は。うどん当にね。<笑><笑>久しぶりに聞いた。<laughs> 間違えて押しちゃう時あるじゃん。ああ、あるね、あるね。このさ、ポンポンってさ、横に行こうとしたらなんか押しちゃうみたいな。はいはいはい。はいはいはい あれも恥ずかしいんだよね。こいつ下心あるって思われちゃうわって。<laughs> それが逆にある。まあまあ結果オーライでいいんじゃない結果オーライ <laughs> 何がオーライだいいじゃん隠れ下心だから。<laughs> 隠れ下心じゃねえのよ。<laughs> <laughs> え、これちなみにいいですかさっきとも質問被るんですけど、はい、逆パターンは、うん、あいや、逆パターンもある。 逆パターンうん、うん、一緒うん。でもなんか女の子は男ほどやっぱ欲に溢れてないから、うん。なんかなんての、ほんと、ちょっとの期待を込めてんの。あー。で本当にいいねって思ったりも、はいう、もうある。女の子の場合はある。ある<ー>。ただ男が本当にいいねと思っていいねを押すことはありません。うお これ断言できます。これすごいいい企画だそうそう。例えばじゃあさ、女の子がさ、最近じゃあ卒業しましたとかさ、学生だったら、卒業しましたって言って、いいね押すじゃん。あれはなんか、いいね押しやすいじゃん。押しやすいね。そう。それだからもうラッキーって思ってるのとか。ああ、そっか。本当は卒業おめでとうに対していいねなんて思ってるわけないんだよ。お前、失礼だよ。言いすぎだ。言いすぎか。言いすぎだ、言いすぎだ。言いすぎだまあそれぐらいの。まあそれぐらいの、あれありますよって。あ、そう。あの機能によって、 やっぱ男の欲深さが露呈される、ま、あいい機会になったなじゃあもう、女性の皆さんね、次からストーリーあげて、いいね来たらもう、そう思ってください。そうそう、だから自分のストーリーにいいねしてくる男は、もう、自分のことを性の対象でしか見てないって思ったもん性なんだよ。そこまでいきば、き過ぎとか。行き過ぎ、行き過ぎと自分のことを、ま、あなんかそういう、目で見てる。なるほどね。ちょっとなんかワンチャンあればいいなっていう、目で見てる男しか、あの機能使えません。ああ逆に、 女の子側は、その子のこと気になってたらいいよね。まあ確かにね。やりやすいよね。そうそうそう。はすごい分析。そうそうそう。これでも二問目とは打って変わってるい。あははは。おなって、ー、って、なっちゃった。ほんとですか、ほんとですか。ちょっとじゃあまあ次行きましょう。まだんだまだあります。あと、あと2問、あと2問。あと2問。はいはいはい。問題、四つ目。社会人になってから、モテる女の子の特徴は社会人になってから、はい。はい。一。お酒がよく飲める。うん。二。 女の子の友達が多い。ほう。はいはい。三、服や美容など、女子力が高い。うーん。はいはいはい。四、経済力があり、一人でも生きていける。うーん。はい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 。五 <laughs>、とにかく顔、顔顔顔、顔がすべて 最後、ユーマだよね。最後、ユーマだよ。違います。違う。えー、あの、ミーです。うわー、これちょっとむずいね。はいはいはい。これ全部、モテそうだけど。なポイントは、社会人っていうかね、大学生じゃない。社会人になってからモテる女性の特徴はえー、そっか。迷ってるわ。はいはいはい。1か3で迷ってる。はいはい。酒か、ああ、まあ女子力かうん。はいはい。お酒って結構強いと思うんだよな。まあ、社会人になったらね、飲み会とかも増えただろうしね。そうそういきまし、た。 いきます、いきます。はい、はい。えー、正解は、1番。お酒がよく飲める。<laughs> <て> <laughs> いや、これって、あの、やっぱ社会人になると、うん、遊び、うん、人と会うのって、大体飲み会だと思うんですよ。うん、その、会社なり、はい,はいはい。まあ、その、合コンなり、全部お酒だと思うんですよ。うん。 なので、その、初めて会う人も結構お酒からスタートする人が多い。はい,はいはい。そういう時にお酒が飲める子って、まあ、男性から、おこの子、お酒飲めるんだっていう、ちょっと、モテポイント。うん。を最初に取得できるかなって。うん,うん。あと、ま、社会人の人ってあんま私服着ないじゃん。はい,はいはいはい。だから、あんまそこ必要ないのかなって。なんか、それはもう付き合った先の話かな、うん。ああ、なるほどね。モテるっていう段階だったらお酒かなってすごい、分析しちゃいました。なるほど。はい いい線ですね。はい、いや、的確だと思います。はい。で、答え、言っていいですかお願いします。答え。5番の顔ですふざけんなよ、お前何 <laughs> ?2 問 <laughs>、2問はクソ問題。は <laughs> クソ問題ってだよ。んだよ。<laughs> 2個に1つはクソ問題、じゃいやいや,いや、クソ問題じゃないの。お前、顔だよいやいやいや、これ結局ね、うん。本当に、 もうね、社会人とか、社会人じゃないとか、もうそういうの関係ないです。いや、最初つけんのよお前なんか社会人なったら見てろよ。だから、かずれたよ、あれは。一番最初に。いやいや、やっぱ、いくつになっても。顔なんだ。結局顔なんですよね。顔けんなよ。うん。これ別に俺の意見じゃないですよ。そっか、世の中がそう、世の中言ってんだもん。きっちー。 おいおい。結局顔なんだって言ってんの。そんなことないじゃん。世の中はね。いや、俺だって思ってるよ。こんな世の中おかしいって俺だって思ってる。お前ほんといい逃げ道作るから。ただ世の中が顔を求めちゃってるだそっかそっか。なるほど。確かにさ、なんかよく言うじゃん。いや俺は性格の方が大事だし。居心地が良くて、フィーリングがあって、何か頑張ってることがすごい魅力的じゃん。全部建前建前建前本当は顔しか見てないんだから男なんて。そんなことないよ。 そこを見た目しか見てない男なんて第一印象とかじゃなくて第一印象とかじゃない結構フルでうわ残酷だ残酷でしょでそんな男俺はおかしいと思うなふざけんなお前俺はそんな男じゃないから安心してみんな一番怖いこだだってこいつ LINE のアイコンないんだもん一番怖いぞ一番怪しいんだから気をつけてマジで いやー残酷だよねうわーやだーうーん確かにお酒を飲めるっていうのも大きなポイントである俺結構いい線いったとか、ね、いやいい線ホンに的確だったと思う、うん、お酒が飲めるとかうんくすかそうで逆にさなんかさ自立してるのはどう自立しすぎちゃってるいやーちょっとねー、うん、なんかやっぱ男って守りたい欲があるからさ、うん、自分より経済力上とかだと逆に引いちゃうかなう、うんまあ、ちょっとねなんか ね、自分をこう、引け目に思っちゃってるんだね。ま、ひもき質ある人はいいまあうん、ま、確かにね。うん。ま、民意で言うならば、ちょっと違うかな。っと違うかなって感じですよね。いや、的確ですね。うん。惜しかった、あと一歩。続いて。全然違うベクトルなん続いて最終問題。マジ、最後だけは頼むよ。はい。第5問。いい問題お願いします。男の本音。お、これいいんだよね。一緒に合コンしたい女の子の職業は何でしょう。むず何それ。はい。一 看護師。うん,う,んうん。二、保育士。看護師、保育士。三、OL。うん。四、美容師。五、大学生。自分は社会人はい、自分は社会人ですよ。え、そんなデータあるあります。自分は社会人。社会人男性に聞いた。社会人男子が、最も合コンしたいと。 思ってる女の子の職業ですよ。え、むずくないえ、答え。2番の保育士。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。残念マジかー。残念。違う。はい。これ、これむずすぎるわ。うむずいね。答えは、6の CA でした。CA はお前マジふざけやね 確かにない。あ、お前ふざけんな。隠れてた隠れてた、6番が。お前ふざけんな。お前、ちょっと伝わ忘れたかもしれない。隠れてたんだ。どっか見えてきたみたいな。そうそうそう。隠れてた。あはた営業じゃねえの。お前ふざけんな。見落としたかね、君が。問題を。聞き逃したか見落としたか、何だろう。お前が言い逃したんだ。お前が言い忘れた。 まあ、マジか。まあ、ぶっちゃけなんだろうな。憧れが強いかもね。うん。その、現実性があるというかは、もう憧れ。くそくそ、やめやめ。やめだよ、ほんなんかその、CA さんっていうだけで、2.5倍ぐらいさ、マシンなんじゃん。マシマシじゃん。マシマシだよ。うん。やっぱね、やめろ。叶わねえよな。帰れお前も。ほに。帰れ。本当に叶お前もう終わった、これ。もうバット評価しか言いません <laughs> ふざけんなよ、いや、俺さ、俺、高校生の時か、大学生、大学1年生の時か、うん、なんか、はじは、ほぼ初めて飛行機に乗ったことがあって、で沖縄に行ったんですよ。うん、普通に遊びにね。うん、で、その時の帰りの飛行機ですっごい美しい CA さんがいたの。うん、でその時俺18歳ですよ。もう、バキバキのバッキですよ。何がバキバキのバキバキバッキですよ。何がいや、そんな僕が <laughs> 勇気を振り絞ってね、<も> CA さんに、あの、 なんか、電話番号。え紙を渡したんですよ。18歳で。18歳で。マジはい。したら、全く帰ってこなかった。当たり前だよ当たり前だよいや、でもね、気にしちゃうんだよね。なんか来ないかな、みたいな。うん。ちょっとダメだったか。でも、あれらしいよ。ヤマピはそうやって、ナンパするらしい。ヤマピヤマピ。えぇー。山下達郎さんえぇクリスマスソングじゃねえのよ。 山、山、山、山本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 、山じゃねえんだよ。山、力士だよ。山本、山、力士だあ、山本太郎さん。お前、国会議員だぞ。じゃあ、け以上、ということで。カン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 。最悪今日ここまで。もうなんか途中まで期待してた自分。本当に。いやいかがでしたかちょっと、ためになったんじゃないですかまあ、本当に。うん。ちょっとだけね。うん。でも、これ、あくまで、伝えたいのは、俺の意見じゃないから。 世間がどう思ってるかっていうのを。よかった。このデータを皆様にね、えて。そう、共有できてるから、これ本当にあの、日本国民の、日本の男の総意なんで。うん。これシェアした方がいいわ。シェアした方がいいに。シェアして。だからまあ、よくね、参考にして、何度も見返して、メモして、今後の人生のね、あ教訓にしていただければなっていうふうに思ってます。そこれ少しは日本良くなったんじゃないかよくなったと思いますよ。はい。まあ、ちょっとじゃあ、今日はこの辺にしましょう。この辺で、じゃあ、先生お願いします。ちょっとれやってよ、あれあれ。あ、いつもの ということで、<laughs> 今回の動画を見て、うわ、すんごいためになったわ、と思ったら高評価。お前ふざけてんのか。画面は勝ち悪ぞ、お前。<laughs> って言っても、高評価では。チャンネル登録よろしくね。また次の動画でお会いしましょう。またね。ありがとうございました。